The Garuda is a large legendary bird, a bird-like creature or humanoid bird that appears in both Hindu and Buddhist mythology. And here in Japan, you can see Garuda named Tengu or Karura, the most mighty goblin-like deity. It's my honor to show you an article about the deity by Otomo H-san, edited by Hiroshi Hayashi, Japan. オートモ H さんより、今回は残念ながら全くの見当違いです。まあこの方面の素人の判断なので仕方ないですが、くちばしに見えるのは典型的な天狗の口です。鳥とは全くの無縁です。カルラ様はご指摘のようにインドのガルーダ神がその元だと言われていますが、実はカルラ様は天狗の一形態を示しています。そして天狗は何かというと出雲族を指したものです。これは私の長年にわたる研究により最近ようやく明確になりました。しかしこの結果にたどりつけるのは従来の民族学者的なアプローチでは不可能です。神道の秘伝を知らなければ天狗と出雲を結びつけることは不可能でしょう。最終的には神道のある秘伝の記載が出雲と天狗を結びつけました。天狗にはいろいろな階級、つまり種類があります。高位の天狗は下手な神々よりも大きな力を持っています。天狗の顔は一般的に知られている鼻の長い顔の天狗ばかりではございません。例えばカラス天狗などは鼻は長くありませんし、今も現世でいたずらをするコノハ天狗も鼻が長いわけではありません。このあたりのことでしたら民族学的な天狗論に記載が見られます。天狗は古事記、つまり古事記にも記載が見られます。江戸期の本ならば定人が表した天狗名義公などをご参考いただければ深く知ることができます。井上遠良の妖怪草書の中にも天狗論大正5年間という書籍もございます。一番参考になるのはおそらく平田篤胤が表した船頭虎吉物語あたりでしょうか。憑依を医学的に研究していた金子淳二先生の著作日本古表紙資料修正全2巻や日本精神病監視資料修正天狗カッパ編などは日本のあらゆる類書をひも解き項目ごとにまとめられており、いろいろな意味で参考になります。カルラ様といえば私の中では33間堂にあるカルラ像を
まずは思い出します。もしカルラ様が貴殿のご主張通りならば、こちらのカルラ様にも頭に何か乗せていたことを示すことが必須だと思いますが、いかがでしょうか。余談ですが、ゲゲゲの鬼太郎のアニメの第一シリーズにはカルラ様が登場し、鬼太郎が倒せなかった妖怪を退治するという話がありました。なぜかこの話が強烈に頭に残っており、ずっとカルラ様について詳細を知りたいと思っていました。ところで伊勢神宮と出雲大社の役割はご存知でしょうか。神道を修する者でも結構知らない方が多く、私などから見るとめまいがする惨状です。伊勢は目に見える世界、つまり写し世を統括し、出雲大社は目に見えぬ世界、隔離世を統括しています。いわば両者は表裏一体で分け考えることはできません。しかし明治維新直後に出雲大社の運営は千家宮津湖の出雲大社教と北島宮津湖の出雲教の2つに分裂しており、日本にとってはかなり大きな問題ですが、案外知られておらず唖然とすることが多々ございます。また日本神話、つまり古事記の記載ではご存知だと思いますが、神々は人間を作っていません。人間は青ヒト草という雑草ごとく自然発生的に生えてくる存在です。ここがキリスト教などの西洋の神と日本の神の一番の相違点でしょう。西洋では神は人間の創造主ですが、日本ではそうではありません。しかし天皇家の祖先を遡れば、古事記に記載のある神にたどり着きます。また同様に出雲大社の運営を任されている千家宮津湖や北島宮津湖などもしっかりとした家系図が現存しており、その祖先はやはり古事記に記載のある神にたどり着きます。またうろ覚えですが、天部神社の宮司は天皇家よりも密接に神とのつながりがあったとの記憶もございます。少し整理して書きますと、古事記の記載をそのまま解釈すると、人間には神に連なる人間と勝手に生えてきた雑草の人間の2種に分けられてしまいます。このあたりの神と人間との関係の矛盾はなぜか神道界では論議されていません。また残念ながら、私は日本国体の平らかなることを記念している身ですので、表の世界にプロフィールの公開などはできないことをご理解いただければと存じます。大友 H 2017年5月6日
結論ということになりますが、その結論はさておき、今回大友英治さんの投稿を読ませていただきまして、私は改めて日本の歴史、そして歴史文化の深遠さ、つまり深さというものを思い知らされました。と同時に、謎解きの重大性といいますか、重要性をも思い知らされました。私自身は本当に何も知らないんだということを思い知らされたということになります。どうも大友英治さん、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。なお、この後にその大友英治さんに叱られた動画をつなげておきます。どうかご覧になってください。 Bye for now。A bird head man in Japan. You can see a very strange statue in Kofukuji Temple, Nara, Japan. A statue with a bird head and with a human body. This is a story about it. Nara, Kofukuji にありますカルラ像です。超頭人間、つまり鳥の頭をした人間ということになります。で、この頭のところにですね、何かあったはずですね。その接合部が残っています。で、ここには何があったかということを調べてみます。で、同じような像が実はエジプトに残っていました。皆さんをエジプトのエドフ神殿、現地ではエトフと発音していますが、そのエトフ神殿へ案内します。ホルス神を祀っていますので、ホルス神殿とも言われています。そのホルス神殿の主神は、今ご覧いただきましたように頭が鳥の超頭人間です。その超頭人間、つまり鳥頭人間の頭に注意してください。頭の上に卵のようなものであるとか、巣箱のようなものを載せています。となりますと、興福寺にあるカルラ像の頭にはこのようなものが載っていたと考えるのはごく自然なことではないでしょうか。つまりエジプトと日本、深いつながりがあります。カルラ像です。そしてこのカルラ像が東南アジアに渡り、ガルーダとなりました。今でも深い信仰の対象になっています。で、私林浩司は日本の興福寺のカルラ像の頭の上にはですね、このようなものが載っていたのではないかと考えています。その痕跡がこの頭の上に残っている出っ張りということになりますが、残念なことにこの部分は今残っていないと思われます。で、その超頭人間ですけども、ついでに言いますと、縦長超頭人間と横長超頭人間に分けることができます。で、この日本の烏帽子はですね、縦長超頭人間を隠すための帽子ではなかったかと考えています。そのように考えられるということですね。で、ただ縦長超頭人間はですね、コーカサス、それから南米でペルーの周辺で数百個以上の頭蓋骨が見つかっています。これはサンタマリア・マジョーレ大聖堂のに残っている壁画です。で、この頭とよく似ているということですね。縦長超頭人間です。で、横長超頭人間はアフリカ周辺ですね。そしてその一派が
ツタンカーメン家族であったと私林博は考えています。むしろ後頭部の方に、頭が長い、長頭人間を横長長頭人間といって、まあ、この縦長長頭人間の頭蓋骨とは区別して私林博は考えています。今ご覧いただいているのは縦長長頭人間です。火星から来た人たちであると私林博は判断しています。人間との混合種あるいはハイブリッド種であったかもしれません。長頭人間は日本にも来ていました。そしてカルラ像ということになります。頭が鳥の長頭人間です。 Bird Head Man ということになります。興福寺の、カルラ像です。東南アジアではガルーダと呼ばれていました。その長頭人間つまりバードヘッドマンもエジプトと深くつながっているということになります。